目黒蓮、そのままじゃどこに行っても同じ、ジャニーズ退所を思いとどまらせた友人の言葉。目黒蓮さんが、苦悩した時代から、自身を変えたきっかけについて語りました。指原莉乃さん、伊藤麻子さんが最強女性軍団である、トーキーンズを結成し、ゲストの素顔や新たな魅力を引き出すトークバラエティ、トーキーンズ。8月17日、木曜日の放送は、過去にスタジオに登場したゲストの問題発言をプレイバック。また、一部未公開トークも放送しました。昨年、放送された木曜劇場、サイレント、フジテレビで、若年発症型両側性肝音難聴を発症し、音のない世界で生きることになった青年、桜荘を講演した目黒蓮さん。その繊細な演技は、視聴者の心をつかみ、オリコンモニターリサーチによる2022年ブレイク俳優ランキングで首位に輝きました。また、ファッション雑誌、ビビの名物企画、国宝級イケメンランキングでは、ナウ部門で2022年下半期、2023上半期で1位に輝き、見事殿堂入りを達成。